の故郷として広く知られているタミャン郡のマスコットテドリです。私はタニャンの代表的な産物であるイチゴを象徴するタルリです。タミャン郡チャンピオンの出身であるスッピンチェイシが四女を産むと、チェイシが帰居していたヨング寺のイオリがあった場所に四分寺を建立したそうです。スクピンチェイシと四分寺には次のような逸話が伝わっています。朝鮮時代スッチョンの時、タミャン郡のチャンピオンで生まれたスッピンチェイシは四分寺の前身であるヨング寺のイオリで暮らしましたが、旧女になってスッチョンの王妃であるインヒョン王妃に仕えます。チェイシはインヒョン王妃がチャンヒビンの策略によって廃位されてアングットンに監禁されると、毎年インヒョン王妃の誕生日にお祝いのお膳を密かに用意しました。今何をしているのだ？アングク堂にお一人でいらっしゃっている王妃殿下のお誕生日を祝うお膳を用意しております。そうか、殊勝なことだ。このことが契機になってスッチョンの召喚を受けたチェイシがこう身ごもると、チャンヒビンはチェイシを壺の中に閉じ込めて押し殺そうとします。旧女のくせにただでは済まない。一方、スクチョンはその日の夜不思議な夢を見ます。宮廷の庭から子供の竜一匹が天に昇る途中落ちてしまう夢でした。おかしな夢だ。変な夢で目が覚めたスクチョンはうめき声を上げながら泣き叫ぶ女の声を耳にします。なんだこの声は。スクジョンは壺の中に閉じ込められていたチェイシを救い出します。この事件が契機となってチャンヒビンを廃妃させてインヒョン王妃が妃に復位します。チェイシは翌年息子を産みますが、この方が朝鮮20代の国王であるヨンジョであります。ヨンジョは王位に即位するとスッピンチェイシが暮らしたヨング寺のイオリがあった場所に四分寺を建立します。夢で啓示していたスクピンチェイシとヨンジョを死から救い出してくれた霊源あらたかなる山だとして、ヨング寺がある山をモンソン山と呼ぶようになったそうです。美しいタミャンの四分寺にぜひいらっしゃってください。